空をリポート、空リポ、気象予報士の田中里穂さんです。よろしくお願いします。田中さん、村上市では市内6カ所に避難所を開設したという情報もありましたけれども、はい、まだこの後も大雨への警戒必要ですね。はい、そうですね。朝に比べて昼間は一旦雨が落ち着いた印象があったんですが、はい、夕方以降再び雨雲発達したところがありました。今日午後6時までに降った雨の量を見てみますと、最も多くなったのは糸魚川市の野宇で 39.5 ミリとなりました。またですね、アメダスの観測地点がない聖籠町や新発田市の平野部などでも雨足が強まっていました、はい、そして今夜以降はさらに雨量が増えて状況が悪くなる可能性があります。これからがピークということですね。はい、そうですね、はい、今夜から明日にかけての雨の降り方を見ていきましょう。こちらが今夜8時の予想なんですが、このあと村上市ですとか佐渡市の両津周辺で雨が強まる予想です、はい、動かして見ていきますと、今夜遅くにかけて下越や佐渡ではこのように雨が強く降るところがあるでしょう。日付が変わって明日になりますと、日中にこのように雨の範囲一旦狭くなるんですが、夕方以降は再び雨雲広がりまして、さらに夜は雨足の強まるところもありそうです。大気の状態が不安定になりますので、このコンピューターの予想よりも雨雲が発達する可能性があります。今後予想されている24時間降水量を見てみましょう、はい、今夜から明日夕方にかけてが上越と中越で100ミリ、下越で150ミリ、佐渡で80ミリの予想です。そして明日の夜から明後日夕方にかけては上中下越で100から150ミリ、佐渡で50から100ミリの予想です。さらにですね、これよりも先の14日金曜日から15日土曜日にかけては24時間降水量が最大で150ミリ予想されていまして、県内全域で大雨警報が発表される可能性があります。で、気象条件としてはですね、土曜日にかけてこう日に日に条件が悪くなっていく予想となっていますので、はい、必ず最新の気象情報を確認して、いつもと違うと感じたら迷わずに避難するという心構えをしておくようにしてください、はい、まあ、昨日今日も含めますとかなり長い期間雨が降り続くことになりますし、はいはい、そうですね、この数字を上回る可能性ももちろんあるわけですね、はい、その通りです。で、また夜に強まるという予想も出ていますので、ぜひ早めの準備、早めの行動を心がけていただきたいなというふうに思います、はい。